紫カタバミは、カタバミかカタバミ属の植物。南アメリカ原産であるが、江戸時代末期に干渉用として導入されて以降、日本に広く帰化している。環境省により要注意外来生物に指定されている。他にも、北アメリカ、オーストラリア、熱帯アジアなどに帰化している。背丈は、約30センチメートル、地下に林形があり、地上には、 葉と花柄だけを伸ばす。刃は三室服用。コバーハート型。里面の基部に黄色い剪定がある。地下の林形の株から太いやや透明がかった、腱印例を出す。この腱印例と林形の間に気候を、びっしりと付け非常に旺盛な繁殖をする。腱印例が夏場に縮み、気候を広げていく。日本では夏場になると、サビ病が多発して、その後夏場は休眠する場合が多い。 花は主に春から初夏に咲き、葉の間から伸び出した花柄は葉を越えて伸び、先端に数輪を三型高所につける。花は青みのある濃い桃色で、花と部屋は白く抜け、花の中心部に向けて緑色の筋が入る。植物体の栄養状態や環境に起因して過食が異なる場合もあるが、同じ環境で育ててみると、ほとんどが 同じ褐色になってしまう。日本では本種は種子をつけない。繁殖は、賢ネと林系の間に無数に生じる機構で行われる。元来は干渉用に栽培されたものであるが、現在では、庭園から二十歳、芝地を中心に広く見られる。土の中の林系を取り尽くすのが非常に難しいので、駆除の困難な雑草である。草の丈が低く柔らかいため雑草の刈り取りから、 ほとんど無視される対象でもある。開花が始まった頃が季語のできるピークなので、その時期に土を深く掘り抜き捨てるしかない。なお、体内に集散を多く含む、関係上、用土がアルカリ化すると勢いが弱まる。花は独特の色合いで美しいが、雑草のため市販されることはほとんどない。しかし、葉にウイルス性の不入りが入る系統が存在し、 この系統のみ流通している。ただし、このウイルス犯はやや不安定で草の状態によっては消えてしまうこともある。ありがとうございます。